い、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は、ちょっと一日お休みをいただいて、息子のね、マラソン大会に行ってきました。はい、ですね、1年生の時は、2番だったんですけど、すごい悔しい思いをしていて、今日に、臨みました。練習もですね、ずっと2番で、うん、今日はちょっと頑張るよ、なんて言って朝行ったんですけど、ちょっと、月曜日ぐらいからですね、ちょっと体調があんまり良くなくて、咳をしてて、ちょっとや、息子自体、気管支自体が弱いので、ちょっと喘息に近い感じなので、この時期はちょっと体調不良な感じで、本人も朝ちょっと咳をしてたのでどうかなと思っていたら、結果はですね、ちょっと5番になってしまって、本人もですね、走り終わった後に、ちょっと悔しそうな顔をしていて、ちょっと走り方がやっぱり、いつもの感じと違ったので、まあね、一番悔しい思いをしているのは本人だと思うんですけど、まあでも、よく最後まで諦めずに走ってくれたなと、親ながら思います。で、まだ帰ってきてないんですけど、帰ってきたらね、いっぱい褒めてやりたいと思います。本当にね、順番もあるけど、やっぱりマラソンはやっぱり最後まで走ることが大事なのかなって思いますし、まあ、まだ2年生なので、あとね、4回マラソン大会はありますし、距離もまた3年生、4年生と上がっていくと伸びるので、ね、マラソンっていう、また本当に、こと本格的になるというか、走り方とかもきっと変わってくると思うので、その時は、ね、また本人も頑張るだろうと思いますし、はい、今度からね、バスケットも本格的というか、はい、体験から、入部することにして、週一でね、通うので、そういうところでもまた持久力ね、つけてもらえたら嬉しいなと思う今日この頃です。ということで、前置き長くなりましたが、で、マラソン大会の応援が終わった後に、ちょっとお買い物行って、で、その足でですね、ほんとちょっと少しだけなんですけども、プリパラと、あとね、プリキュアをちょっとプレイしてきました。プレイ動画をですね、別に上げて、行きたいと思うので、よかったらそちらもね、ご視聴していただけたら嬉しいです。あと一つだけ購入品を買ってきました。ということで、ババババッと紹介していきたいと思います。まずはですね、ちょっと先に購入品の方に紹介します。こちらですね、プリパラのレタチケキラリン手帳ですね。こちら、いろんな方の動画で上がっていますので、もうご覧になった方も多いと思うんですけども、ですね、我が家は、娘の大好きな、1番なので、ドレッシングパフェですね。こちらの柄と、ララちゃんの友チケをゲットしてまいりました。開封動画はですね、また別に、撮りたいなと思っているので、その時はね、またご視聴していただけると嬉しいですね。はい、続いてですね、プリパラの排出結果になります。今回はですね、ちょっと友チケを作る関係でプレイをしてきたので、3回だけですね、プレイをしてきました。まずは、メインちゃんですね、こちら。はい、メインちゃんは1回のプレイになります。ホーリースのプリンセストップスですね、マリオネットミューのものが出ました。共演していただいたのは、ミーコ様とエコ様ですね。ありがとうございます。ということで、メインちゃんはこちらで、次がサブキャラちゃんですね。サブキャラちゃんはですね、マクドナルドさんの、ハッピーセットを買うとついてくる毎月に、無料のコインがついていたので、そちらを使ってちょっとプレイをして排出してきましたね。まずこちらですね。はい、キャンディアラモードのリンゴメルヘンシューズですね。で、共演していただいたのがルカ様とマユ様ですね。ありがとうございます。はい、で、こちらの排出した後にもう一度プレイをしてきまして、で、こちらが出ましたね。キャンディーアラモードのフルーリークッキーシューズですね。こちらは、プリチケの、マクドナルドのプリチケのフルーリークッキーワンピと、コーデが合うものになっています。こちらはですね、ご提供でしていただけることになったので、そちらで合わせて、プレイをしたいなと思っています。ちなみに、こちらはですね、共演したのはファルルちゃんとシオンちゃんですね。こちらは、こちらのリンゴシャキシャキワンピの、毎
プリチケについている、ともちけでプレーをしましたね。ということで、プレーは、じゃないね、排出結果は以上になります。で、ともちけですね。はい、こちらが、ラッキーサプライズバースデーコーデですね。久しぶりに、着せました。こちらはですね、ともちけをお渡しする予定なので、こちらは、提供用ですね。で、続いてサブキャラちゃんです。こちら、青空ミュージアムアメージングコーデを着せました。こちらのコーデは、ご提供していただきまして、こちらのミュージアムの、排出、機械から出る、もののコーデがちょっと、メインサブキャラちゃんとともにちょっと、コーデ揃わなくてちょっと諦めていたんですけど、こちらで、色違いではありますが、揃えることができたので、嬉しいなと思っています。で、続いてがこちらですね。アップルシャキシャキワンピに、リンゴメルヘンシューズ、先ほど配置したものですね。に、ちょっとアクセサリーが、ちょっと持っていないので、ちょっとあるやつで合わせました。はい、ということで、サブキャラちゃんなんですけど、こちらが、メジャー、デビュー、あ、メジャーじゃないです。すいません。デビューの一押しアイドルに昇格いたしました。はい、サブキャラちゃんもですね、コツコツ、はい、育てておりますので、こちらのね、ともちけ交換もぜひね、今後ともお願いしたいなと思っています。以上でですね、プリパラの配置結果は以上になります。で、続いて、予定はなかったんですけど、ちょっとプリキュアをね、ちょっと、一回プレイしてきて、カードはね、二枚ゲットしてきました。第四弾が、始まって、気づくと、カードいつも診断のものなくなってしまうので、とりあえずと思い、二枚だけね、ゲットしてまいりました。こちらですね。ポップステージドレスパープルですね。こちらが、ミルキーローズですね。くるみちゃんの、カードになります。で、もう一枚が、はい、乙姫ドレスイエローですね。こちらが、はい、キュアピーススマイルプリキュアのやよいちゃんのカードになります。はい、こちらを着せてです、みゆきちゃん、大好きなね、みゆきちゃんに着せて、プレイをした動画は先に、アップさせていただいておりますので、よろしければそちらご覧いただけると嬉しいなと思います。以上でプリキュアの、配置結果は以上になります。すいません。ちょっと、工事をしているので、ガタ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 、音がちょっと、工事の音がね、入ってしまっているかもしれませんが、最後までご視聴していただきありがとうございました。ちょっとね、最初、息子のマラソン大会の話でちょっと前置き長くなってしまったんですけども、はい。これから帰ってくるので、今日はね、いっぱい褒めてあげたいなと思います。またね、来年、頑張ってもらえたら嬉しいなと思います。来週はですね、公開授業で、一日、また学校の方にちょっとお邪魔して、お手伝いとかをさせていただくので、またその時にね、息子の様子とかも見れたら嬉しいなと思います。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント等ぜひよろしくお願いいたします。